はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の矢太刀ウィズパーティット。調査壁さん編の第8話ですね。ね。さっき気がついたんですけど、ここは調査壁さんじゃないところをね、まだ保有持ちの、ね、ところあったんで、ここをとりあえず、あれしときます。うん、攻めてるんで。調査壁さん、森さんとはね、交換しておきます。で、特に。さて、次だ次だ。入場させます。で、進めていきます。特に大丈夫だよね。ゼロだよね。ゼロだよね。使いの者が来たようです。無理無理。勝ち戦だ。勝ち時をあげよ。行きます。こっちで2200。いざ決戦の地へ。部分入場して。少ないね。部分入場して。に続け。これでいいかな。うん。じゃあ進めていきましょう。一応か、か、勝てるか。我らの力、侮ったようだな。飽きないよう始めましょう。大丈夫ですね。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。防衛しよう。ここ防衛してなかったんだよね。かしこまった。部隊が少ないかな。じゃあこっちは、そろそろもういないね。ゼロゼロ。ゼロゼロゼロ。うん、大丈夫だね。じゃあここら辺から、ちょっと部隊出して準備しとこうか。ここはそのままひょごっと行っちゃえばいいから、桐山御所のこっちの方に。死んでもいいような武将でね。行かせます。いざ参ろうか。手を打とう。桐山御所さえ取れればいいんだよね。桐山御所ね。いざ参ろうか。こっから出そうか。こいつはね、死んでもいいのはね。いざ参ろうか。で、長野は、これはもうこいつがそのまま行くでしょ？観音寺と日野がいないね、日野の部隊が。こっから行こうか。で、あと、日野の部隊、ここから出そう。
我に続け。じゃあこんな感じかな。そうなの。こっから行った方が近いんだ。我に続け。こっちの人はどうやって行くの。いざ参ろう。こっち行った方が早いんだよ。早いんだよね。参るぞ。じゃあここにいた方がいいんじゃないの。うん。我に続け。よし、じゃあこんな感じでね。これで多分ここら辺の 1,2,3,4,5,6個ぐらい多分ね、このね、5部隊ぐらい取れるんじゃないのかなと思うんで。これ、頑張って遠くまで歩いていってもらいましょう。来月になったら同盟切れるんでね。うん。じゃあ進めていきます。はかりんごと大きは勝ち、少なきは負ける。戦の極意よ。強化、ああ、これダメだね。帰ろう。で、これ、講和しようか。半分経ってからかな。このぐらいからかな、講和。かしこまった。ちょっと2個しか後ろ取れなかったけどね、ここね。それはしょうがないかな。報告いたします。先月の収支です。表情を取り行う。軍事とこんなもんでいいかな。48、51、46。これにて表情を終えよう。いいの来た。あとこれだけですね。あ、一人来ましたね、武将ね。かたじけない。では、ちょっと一日進めて手切れかな。一日進めて。交渉。あ、ここはしなかった。まあ、一日進めて敵で。我が野望、何人たりとも止められぬ。この志、必ずや果たしてみせようぞ。で、敵でをします。もうだって、うちらね、もう神殿低いんで、神殿してたんだけどね。じゃあ攻め込みます。陣ぶれを出せ。大義は我らにあり。で、もらいに行きます。行こうか。出陣しよう。行くぞ。2300来る？来ないでしょ。出陣するぞ。このくるくるサイン結構ねあるからね。出陣するぞ。これもこっち行こうか。行くぞ。出陣するぞ。これで結構もらえるんじゃない？あ、霧山御所出してなかった。行こうか。霧山御所ね。これも多分くるくる詐欺でしょ。それだったらこっち手前にしとく。出陣しよう。手前にしといて何個か落としたらひょこって行こうか。皆の者、勝ち時をあげよう。はい、その進めもうちょっと取ろう。この城、もらい受ける。そしたら、長野行こう、これ。多分来ないです、出てこないです。我に続け。我らの勝ちよ。勝ち時をあげよう。そしたらあとここから行けば出てこないでしょ、多分。出陣しよう。こんな感じでね。まあある程度。赤子の手をひねるようなものよ。
え、じゃあちょっと入場させとこう。入場させて防衛一応できるようにしときます。これも入場させとこう。じゃああと2つかな。ああ、お金くんの草いいですよ。他愛のないもの。はい、入場させて。ああ、そしたらこっちから行くよりもこっからキュッて行った方が早かったね、多分ね。この城もらい受けよう。で、1ヶ月待って、これで1ヶ月ぐらいのこれに準拳銃バーッと立てれば結構早めにノップ倒せるんじゃないのかな。上杉さん、力貸します。助立ちいたす。報告いたします。先月の収支です。下地を、じゃあ、施設、占い物を撤去しましょう。一点砦と、あとはこの辺いらないね。ここまでいらないね。撤去しよう。いらないの、こんないっぱいあったの。で、撤去。この辺の施設は全部撤去。で、準拳場を一気に建てていきます。かしこまった。あんまね、どんぐらいのね、場所かとか調べないで、ね、建っちゃいます。承知いたしました。はい、これも全部敵なんだよね。かしこまった。ちょっと外周は外周はちょっと準拳場で埋めていきます。はっ、かしこまった。はっはっはっ。この辺はこんなもんでいいのか。うん。で、ここら辺は全部準拳場で埋めないと多分ダメなんで、撤去。こんなのいらない。準拳場で埋め尽くします。かしこまりました。はっ。かしこまりました。かしこまりました。はっ。ぐらいしかないね、多分ね、準拳場建てる場所ね。で、新設で、漁村一箇所建てれる。いいね、漁村でね、ここね。承知いたしました。ここも8000プラスになってるからね。一応、スイッチ4箇所。かしこまった。はっ。音感、漁村建てれるの、こんなの建てて。まあ、いっか、こっちいっぱい。なんか気に食わないんだけどね、自分的にはね。自分的にはちょっと気に食わないんですけど。かしこまりました。じゃあ、商業建てとこうか。はっ。かしこまりました。そうなると、神山あたりが多分、長島、多分、神山あたりか。うん。このあたりがなんか良さそうだね。一ヶ月進めて、神山あたりで。俺に背くことは許さぬ。なんかノブが上で戦い始めたね。じゃあ、うちらはこっちで。神山で、あとちょっとだよね。22日経つ前に、一気に行けるはずなんで、これ1万ぐらいで。で、向こう出してきてくれるね、ちゃんとね。出陣する。
これがあと何日 ?21 日。こっちは26日ダメじゃない。まだ出すの早かったじゃん。これで、14日、15日。うん、大丈夫だね。じゃあ、出そう。1万。1万5000ぐらいにしとこうか。出陣する。うん。これ一気に多分取れちゃうかもしれない、ここら辺ね。飽きないよ、始めましょう。いらないです。報告いたします。ご命令を。兵糧化を。あ、農作業やってなかったんだ。うん。商業買って、歩兵を。仰せの通りに。歩兵をしなきゃね。これこの辺やんなきゃダメだ、まずいよね。追加あたりからね。兵糧が。はっ。兵糧じゃん。足軽を入れすぎ。勘弁してほしい。こんな入れとく、お家なんかないですよ、普通、こんなに。はっ。ボエアップ。志果たさずして、賞は終えられぬな。これですね。志果たさずして、賞は終えられぬな。あ、本当はカエルドさんも使いたいんだけどね。ちょっと、あれ、厳しいかな。手紙。とりあえず1枚あげとこう、これ。これ何人いる ?60 何枚足りる足んないね、これ。これね、使いたくないけど、本当は戦争タイムに使いたいけど。志果たさずして、賞は終えられぬな。今武将が抜けられると、辛いので。かたじけない。これで全員分足りるよね。足りた。じゃあ進めていきます。勝ち合いるのさん、はい、ありがとうございます。弱者にしよう、それが戦場よ。で、長島取れるよね、これで多分。長島どうなの、行くとしようか。あー、長島行っちゃまずいね。こっち行こうか。大垣行こうか。出陣する。で、この辺からこっち、岐阜出そうか。5部隊ぐらいでいい。兵数は適当に。1万ぐらいかな。出陣する。で、こっちが、5000ぐらいか。5000ぐらい。出陣します。行きましょう。出陣します。あれ、武将いないじゃん、ここ。行きましょう。出陣します。これ一回返さなくていいか。ここ一部隊いるもんね。解除。
陣しよう。行こうか。ここに行こうか。出陣しよう。うん。そしたらこの松ヶ島もなんか取れちゃうかもしれないね。長島は後でこの辺ぐらいから出そうか。長島用に。5000ぐらいでいいかな。5700。出陣するぞ。5700で多分攻めてる間に多分取られちゃうかもしれないですけどね。あ、帰ってきちゃったね。帰ってきちゃった。志果たせぬか。先月の終始です。表情を執り行う策がございます。軍事論議で、ああ、対面が欲しかった。これにて表情を終えよう。これあとはいいかな。対面欲しかったね。で、そしたら、これ、帰ってきちゃったんで、これ、こっち行こうか。出陣します。なんか5500でなんか来るって言ってるけど。家康君から借りるってことこれ。行きましょう。借りるわけじゃないね。なんか、ここら辺のやつが来るってことか。ということで、第8話はこの辺で終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。